こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は愛知県名古屋市名古屋駅前にやってきました。こちらは大光通り口周辺となっています。遠くに東海道新幹線や東海道線の線路が見えています。駅前混雑していましたので早速移動開始。右方面に向かいますと近鉄名古屋線の線路沿いを歩くことができます。行ってみたいと思います。見えてきたのは近鉄の特急車両です。富吉検車区米の車庫、奥を関西本線の貨物列車、愛知機関区に所属する DF200 型201号機アイミーでしょうか、タンク車滝を牽引しています。そしてさらに奥に東海道新幹線名古屋駅方面に向かう列車です。そしてこちらは火の鳥でしょうか、近鉄電車特急列車です。車両の方は塀が高くまともに見ることはできません。近鉄名古屋に到着した列車がこの場に1回引き上げてきまして車内清掃や点検が行われます。そして再度近鉄名古屋駅に向かいまして折り返しの特急列車に充当されるといった流れでしょうか。以前は運用離脱した車両を見ることができましたが今回は全く確認することはできませんでした。ということで現在関西本線桑名方面に歩いています。この先に位置するのは名古屋車両区です。ついでに奥が青波線です。真下を通過したのは関西本線でしょうか、桑名方面に向かってきました。とりあえず目の前を通過した車両を片っ端から見てきました。名古屋車両区といえば以前も訪れています。配置車両は機動車のみとなります。高山本線系統特急飛騨号や紀勢本線系統特急南紀号で運用されていたキハ85系が大半の配置、しかし後継 HC85 系に置き換わり運用離脱、行き場の失った車両は西浜松の方に廃車改装、どんどん数を減らしていっています。先ほどの火の鳥が戻ってきました回送列車です。どんどん数を減らしているというかもう残ってるかわからない状況となっています。この後様子の方見に行ってみたいと思いますので本日もよろしくお願いします。先ほどの火の鳥に追いつきました。米野駅の側線に留置されています。車内の方を見ますと座席の向き近鉄名古屋方面を向いています。側面 LED 表示器の方は改装となっています。この後は一旦車庫の方に引き上げるかと思います。火の鳥ばかり見ててなかなか進みませんでしたが名古屋車両区の方が見えてきました。名古屋から中央西線や篠ノ井線などを経由し長野までを結ぶ特急信濃号で運用される383系が留置されています。名古屋車両区留置線を見てみましてもほとんど車両の方確認することができません。いろいろ調べてみますと改良工事が行われるようです。以前はこの辺りにキハ85系大量に確認することができました。しかし HC85 系奥にキハ75系の一部が留置されている程度。そしてこちら研修庫となりますが手前には重機を確認することができます。この先こちらの建物取り壊されまして新しくなると聞いています。建物の中を見ても何もないような感じがします。名古屋車両区の象徴が取り壊されてしまうようです。名古屋工場方面には車両は留置されていません。正面に富山機関区に所属する EF510 型502号機
現在時間調整のため停車中。その他右方面を見渡しても車両を確認できるのは C85 系先ほどの車両のみとなっています。架線柱が障害となり大変見づらい状況となっています。右の車両がキハ85系だと思われます。いろいろ調べてみたところ、西浜松に廃車改装された以外の車両、現在残すは5両となっているようです。その他にキハ85-1が保存となったようです。ちょっと気づきませんでしたが、真下を見てみますとレールが途中で切れています。すでにもう使えない状況となっています。よって重機が誘致止め置かれていたようです。もう車両がこの中に入ることはないと考えるとなんだか寂しくなります。それでは反対側の方に移動してみたいと思います。中の様子を見てみますと、バリケードなどが設置されまして、工事現場のような感じがします。左に建物、以前キハ85系がここから出てきて、この先に設置されている転車台でぐるぐる回ってくれないかなと何時間も待った記憶があります。結局出てきませんでした。反対側の線路は分断されていましたが、こちらはバリケードのようなものが設置されているのみ、まだ中に入ることはできそうです。しかし仮設のトイレも設置されています。なんだか工事現場のようにも感じられます。この先こちらのレールすべて撤去されてしまいそうです。名古屋工場の方でスイッチャーの汽笛のような音がしましたので急いでやってきました。しかし何も確認することはできませんでした。こちらがスイッチャーでしょうか。エンジンはかかっていないようです。そして敷地内の様子ほとんど伺うことができません。スイッチャーではなくどうやら工事用機械だったようです。そして中を見ますと新しい建物が現在建設中、何なのかさっぱりわかりません。この先行き止まりとなってしまいましたので、先ほどの陸橋上に戻りたいと思います。転車台の方は果たしてどうなってるんでしょうか。奥の建物内から車両が1両で手前にやってきまして、転車台でぐるっと進行方向を変えます。そして再度建屋の方に戻るような入れ替え作業が行われていましたが、この状況、レールはつながっています。しかし転車台機能がなくなっています。転車台だった形はわかるものの、これではぐるぐる回ることができません。キハ85系が全て引退をしまして、もう使わないということからこの状況になってしまったようです。そして奥の左側建物、おそらく新しいものに変わるんではないかと予想することができます。車両が新しいものに全て置き換わりました。車両区の方も新しく生まれ変わるようです。しばらく様子を見ています。しかし全く動きがありません。 EF210 型131号機も行ってしまったということから、そろそろ引き上げようと思います。この先もいろんな列車、いろんな車両見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。この後は近鉄電車に乗車し名古屋に戻るか、そのまま歩いて名古屋に戻るか、いろいろ考えたいと思いますので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。